はい、今回マイナーチェンジ後のフォレスターですね。スポーツの方を見積もっていきます。最近スバルもマイナーチェンジ、フルモデルチェンジが多いっすよね。で、最上級がスポーツで 1.8 一旦直噴ターボなんで、またアドバンスと違ってきて、トランスミッション、リニアトーニック、駆動は4駆、燃費は 13.6 キロパーリッターで、税抜きだと300万ちょうどで、まあ、10% の税込みで330万円。これらの装備がついてきて、18インチアルミホイール、ダークメタリック塗装、ドアミラーがグレーメタリック塗装で、デュアルマフラー、リアバンパーガード、アイサイトセーフティープラス、まあ、これ一部メーカーオプション設定のやつもあるんですけどね。ドライバーモニタリングシステム、運転席シート自動交代機能、で、メーカーオプション、左のグレーの丸が標準装備ですね。まあ、運転席、助手席、パワーシート、シートポジションメモリー、電動格納ミラーとか、ステアリングヒーター、シートヒーター、後席も左右ついて、で、今回は、ルーフレール以外のオプションつけたいんで、パワーリアゲートと大型サンルーフと、アイサイトセーフティープラス視界拡張ですね。だから KY こちらを選択して、で、ボディ色は全モノトーンの10色、今回ダークブルーですね。こちらのボディ色は無料なんで、で、インテリアカラーはブラック、シート材質ウータースウェード本革シート、ステッチがシルバーで、ヒーラーオプションは今回も最上級のグレードに合わせてナビオン最上級のパナソニックですね。276,760円で、あとは、まあ、車載機もパナソニックをナビに合わせて、まあ、一番高いですけどね、49,280円で、ツイッター関係はさすがにスルーして、で、外部入力ユニット12,320円、いや、エンターテインメントつけるほどの車格でもないですしね、ミドサイズなんで。ETC のビュートインカバー、これをつけといて。で、あとは、セット関係ですね。ベースキット。で、この134,000のやつが一番お得。ナンバープレートベース、ロック、ナット、カーペット、バイザー、スプラッシュボード、LED アクセサリーライナーがついて、で、エクステリア、カーゴルームプレート、まあ、傷防止に15,620円で、サイドシール、これ光るタイプがないんですよね。まあ、安いんで、傷防止に18,040円。で、こっちが外側で、まあ、これもつけといて、こっちは内側ですね。まあ、両方傷がつきやすいんで両方ともつけといて、ドア H モールに関してはボディと合わせて、ボディ色はダークブルーなんで7,480円。サンルーフバイザーって珍しいオプションなんですけどね、まあつけといて22,440円で、ここら辺はまっすぐでいいっすよね。ガーニッシュ関係、フロントグリル、後席用ステップガード、傷防止にブラックの方ですね、7,040円、ボディカバー22,000円で、 STI 関係のアルミホイールがシルバー、ガンメタ、ブラック、サイドアンダーもあって、エアロガーニッシュで、インテリア。で、ここら辺をシートカバー関係、ジュニアシート、チャイルドシート、ペットシート関係で、ハーフカバー、ウェザーカーゴカバー、カーゴマルチネット、カーゴボックス、コンソールがウータースエード、非装着車の方か。こっちが装着車なんで、こっちの方ですね、つけといて。
メッキ加色がついてかっこいいですよね。22,440円。クリーンボックス超高くないですかこれ。100均に売ってそうなあれなんで。10,120円。カーゴマットですね。ここら辺お買い得なんで11,000円つけといて。ラケチ関係のオプションが結構豊富でいいですね。STI のシフトノブ26,620円で、あとは伝送品ドアレコですね。パナソニックの方をつけたんで、こちらもパナソニック製で。キーケースのオプションがなくて、ディアビューカメラ、ブロワードリンクホルダーのイルミ、超高いですね。34,320円。ギアゲートのちょっと高めで49,20円。ウェルカムライトまあまあ安いんでつけといて。スバウのエンブレム、動画ついて17,820円。で、あとはディスプレイコーナーセンサー、まあ一応高いんでやっぱり外して。パワーコンセント、センターコンソール裏ですね。アクセサリーコンセント26,400円で。で、フットランプ、まあ一応高いですけどまあつけといて34,540円。これはフロントとリアですね。で、あとはもうパッケージ、 UTT パッケージ、樹脂製とステンレスがあって、まあさっきつけたやつは含まれてるんでスルーして。で、合計金額の内訳から車両本体とメーカーオプション含んでますね。車両本体330万円で、ボディショックは無料で、メーカーオプションまあ一番ついてる KI ですね。3点、パワーディアゲート、大型サンルーフ、アイサスティプラスの視界拡張つけて176,000円。ディーラーオプションまあちょっといいやつを選んだんで76,640円分つけて。で、諸経費は特に免税減税はなくて、総支払い諸費用が208,270円。ざっくりとした金額なんで、まあ、あと細かい代行費用とか納車費用とかも含まれてきたら結構変わってきますけどね。で、総額がメンテパックとか点検パックとかコーティングなしで、あとキーケースとかなしで44,510円で、まあ145,000以上はさすがに、145,000くらいはまあ値引いてくれると思うんで430万ぐらい。マイナーチェンジしたばっかりですからね、まあそんなに値引いてくれないでしょうし、人気車なんで。はい、今回新型フォレスターの最上級のスポーツの方を見積もってみたでした。